全国各地の自慢の味を一堂に集めた全国うまいもの味巡りが今日から松山市内のデパートで始まりました。北海道産の牛ヒレが山盛りに乗ったステーキ弁当に、大きなホタテ、イカ、ウニと海の幸がたっぷり詰まった海鮮弁当、伊予鉄高島屋で今日から始まった恒例の全国うまいもの味巡りには、北海道から沖縄まで初登場の7店を含む68店が出店しています。こちらは東京から四国初登場、 A5 ランクの和牛を低温で2時間かけてじっくり焼き、旨味を引き出したローストビーフの握り寿司、お肉が柔らかくて口の中でとろけます。美味しすぎてたまらないです。こちらは四国初登場のスイーツ、瀬戸内産レモンを使ったレアチーズケーキです。濃厚なチーズの中にレモンの爽やかさが引き立っていてすっきりとしています。このほかカラフルな見た目も人気のこだわりのマカロンや、宇治抹茶のティラミスとチーズケーキがコラボしたスイーツなどもあり、初日の今日は朝から多くの買い物客が訪れ、お気に入りの品を買い求めていました。これ赤福のお餅頼まれ物海鮮丼みたいなやつと生チョコのパンですかね。お腹空いたら食べようかなってカステラと、なんだ、お豆がもう入らない全国うまいもの味巡りは今月23日まで開かれています。